はい、どうも、ティカです。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画がいいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、スピリッツ解放の解説と、阪神の3700の選手でスピリッツ解放した方がいい選手について紹介していきたいなと思います。はい、というわけでね、まあ、スピリッツ解放ね、今回上限アップしたというわけで、まあ、ここね、1年半とかで始められた方は、今回初めてスピリッツ解放してみようかなと思っている方もいると思うので、まあ、今回ね、スピリッツ解放の動画撮っていきたいなと思います。はい、というわけでね、プロスピ7周年用のアップデートバージョン 15.0.0 でスピリッツ解放の上限がね、3800から3900にアップされました。というわけでね、まあ、3800以下の選手をスピリッツ解放できるようになったんで、まあ、去年のねシリーズ2の選手までスピリッツ解放できる状態となっています。で、スピリッツ解放の説明についてはこのスピリッツ解放の横にあるハテナを押してもらうと調子くんが説明してくれてて、スピリッツ解放とは極み時のスピリッツ最大値が3900未満の S ランク選手はスピリッツ解放で最大3900までスピリッツ最大値を上げることができるよ。で、カッコ書きで1回プラス200と書かれています。で、次のページに行くとスピリッツ解放を行った選手はレベルが1に戻って特訓レベルと限界突破回数も少しだけ減少するよと書かれています。で、次のページが選手の称号や特殊はスピリッツ解放をしても消えずに残るけど再び選手を極みにするまで効果が発動しなくなるから注意と書かれています。で、最後がスピリッツ解放には S ランク選手を3人消費するよ。解放選手が限界突破していると必要人数が2人に減らせるんだと書かれています。で、まずね、1つ目の最大3900、そして1回プラス200っていうところをね説明したいなと思います。はい、というわけでね、まずね、最大3900、ここに関しては、まあ、1回ねプラス200とは書いてるんですが、このようにね3800の選手でも解放したら4000になるわけではなく、最大値のね3900にしかなりません。で、2つ目の1回プラス200っていうのは、まあ、例えばこの檜山さんに関してはねスプリッツ3500なんで、まあ、現状のね最大値が3900なんですが、1回のスプリッツ解放では3900まで上がらず3700までしか上がりません。まあ、なのでこの3500の檜山さんを3900にしようと思ったらスプリッツ解放を2回する必要があるということです。続いて2つ目のねスプリッツ解放を行った選手はレベルが1に戻って特訓レベルと限界突破も少しだけ減少するようについて説明したいなと思います。はい、というわけでね、スピリッツ解放選手を選択する画面に来たんですが、このようにね選択して S ランク選手をね2人押して決定を押すと、特訓レベルとね限界突破数の減少数が書いてあります。というわけでね、特訓レベルが10から5、限界突破レベルが5から4に下がります。というわけでスピリッツ解放を行うとね、特訓レベルがマイナス5、限界突破レベルがマイナス1されます。で、次は3ページ目の選手の称号や特殊はスピリッツ解放をしても消えずに残るけど再び選手を極みにするまで効果が発動しないっていうところを説明したいなと思います。まずね、称号と特殊に関しては極み選手にねプラスアルファのね能力をつけるものとなってるんで、まあ、もちろんね極みじゃない選手は発動しないよということです。まあ、ただね、しっかりと極みにすれば称号とね特殊は戻ってくるんで、スピリッツ解放する選手でね称号とか特殊がね決まっている選手は特訓10超4とかで置いとかずにしっかりとね極みにする方がいいかなと思います。はい、というわけでね、ラストの4枚目、スピリッツ解放には S ランク選手を3人消費するよ。解放選手が限界突破していると必要人数が2人に減らせるんだというところについて説明したいと思います。はい、というわけでね、スピリッツ解放選手選ぶ画面に来たんですが、まあ、さっき見てもらった通りね、このように、極みの選手は限界突破してるんで、スピリッツ解放するのに S ランク選手2人でいけます。もちろんね、それは超4でも変わりません。まあ、ただね、このように限界突破してない選手に関しては S ランク選手3枚必要になるよということです。はい、というわけでね、ここからは阪神で3700から3900にスピリッツ解放した方がいい選手について紹介していきたいなと思います。まあ、一応ね、今回3800からねスピリッツ解放はできるんですが、3800からだとねプラス100しか上がらないのに対し、まあ、3700だとねプラス200上げることができます。で、そこにかかる S ランク選手っていうのはプラス100だろうがプラス200だろうが限界突破していれば2人ねかかってきちゃうんで、まあ、なるべくね特に無課金の方はプラス200のスピ解放をねすることをおすすめしたいなと思います。というわけで今回はね3700からプラス200した方がいい選手を紹介したいなと思います。まず一人目は岩貞選手です。岩貞選手に関してはね、称号で QA 行けて先発中継ぎ可能でツーシームフォーク持ちで大ピンチ持ってるというわけで、まあ、この岩貞選手は解放してもいいかなと思います。まあ、もちろんね今も A ランク出てますし、今年はね称号で QA 行けそうで、まあ、ツーシームフォーク持ちとはなってるんですが、まあ、先発適性もね D になってますし、まあ、大ピンチつけばね、まあ、こっちの方が強いかなとは思いますが、まあ、大ピンチつかなければこっちのね岩貞選手の方が強いんで、まあ、この岩貞選手ねスピリッツ解放するのはありかなと思います。まあ、あとはねこっちはねサークルチェンジじゃなくてチェンジアップなんで、チェンジアップの方がね強いよと思ってる方はこの岩貞選手ねスピリッツ解放した方がいいかなと思います。
で、2人目が糸井選手です。まあ、糸井選手ね、まあ、今年で引退されるんですが、シリーズ1でレフト枠で出てましたし、TS でもね、出てたんですが、この糸井さんはね、強いです。で、それがなぜかというと、まあ、小5でね、ミートへ行けますよと。まあ、ただね、これに関しては、今年のね、TS 糸井さんも行けます。じゃあ何が違うのかっていうと、ライト適正なんですよね。まあ、ライト適正が TS だと48。で、通常のメインレフトで出たやつだと58というわけで、まあ、ちょっと低いんですよね。なんですが、この糸井さんに関してはね、ライトが C の64あるというわけで、まあ、ライトに守らせるにはね、十分の守備範囲を持ってます。で、特殊能力がね、超ラインドライブ、選球眼、チャンスメーカーというわけで、まあ一番バッター向きなんでね、まあ一番バッターね、今読みさんとか置いてる方はね、少し使いづらいかなと思いますが、まあプルヒッター苦手な方とかはね、まあ特にこの糸井さんね、スピ解放して使うのがいいかなと思います。で、通常はね、もう一人紹介したいなと思います。それが伊藤将司選手です。まあなんでね、この伊藤将司選手を紹介するかというと、まずね、先発できて突4で中継ぎいけて、ツーシームスプリット持ちとなってます。で、さらに、超対ピンチ持ってるんですよね。で、超対ピンチのね、伊藤将司選手はこの2021年シリーズ1だけなんで、まあ、ちょっとね、先発ではね、ツーシームいいで、スプリットも3しかないんできついかなと思いますが、中継ぎでね、タイピンチ出る場面で使ってるよっていう方はもうずっとこの伊藤将司選手ね、スピリッツ解放して使っていくのありかなと思います。で、スペシャルの方を行って、で、まず一人目が、エキサイティング大山選手です。ここに関してはね、称号でミパエ同値狙えるんで、スピリッツ解放全然ありかなと思います。まあ、自分もね、ミパエ同値決まってるんで、おいおいスピリッツ解放していこうかなとは今のところ考えてます。で、守備適性もね、サード側 B の70あるんでね、まあ、今の大山選手ファーストメインになって、サードファーストともに66かな。で、シリーズ1とかでもね、サード67だったんで、まあ、サード B いけるね、この大山選手使ってる方はスピリッツ解放して使っていくのありかなと思います。で、もう一人が能見選手です。まあ、能見選手ね、まあ、おそらく阪神純正だったら先発の一角とかね、まあ、突後で中継ぎ入れてるよっていう方いると思うんで、まあ、能見さんに関してはね、今年 TS も出なかったですし、まあ、OB でもね、出ないんで、まあ、ここね、3900にスピリッツ解放しちゃうのはありかなと思います。で、逆にスピリッツ解放待った方がいい選手は鳥谷選手です。まあ、OB 取らないよっていう方はね、全然スピリッツ解放しちゃっていいかなと思うんですが、まあ、OB でね、もし出た時に欲しいとか、たまたまね、累計だったらね、継承でいけるんで、まあ、鳥谷さんに関しては、まあ、スピリッツ解放はね、もうちょっと待つのもいいんじゃないかなと思います。まあ、それこそね、スピチャンでね、使いたいよっていう方は12月ぐらいまで OB で登場するかどうかね、待ってみるのもいいですし、まあ、純正最強決定戦目標の人はね、純正最強決定戦直前まで待ってね、スピリッツ解放するっていう方がね、いいんじゃないかなとは思います。まあ、なので自分はね、一応、鳥谷さんのスピリッツ解放はせずに待とうかなと思います。で、スピリッツ解放ね、するか迷うところで言うと、やっぱりね、この近本さんかなと思います。まあ、完全総力型っていうところはね、まあ、リーグでは使いづらいかなと思うんですが、まあ、リアタイだとね、センター A ですし、肩もね、特殊で A いけて、まあ、ミートもね、称号で A 乗せれると。で、今年のはセンター A 戻ったんですが、肩が50まで下がっちゃったんで、まあ、この近本さんをね、スピリッツ解放してリアタイで使うのはありな方かなと思います。はい、というわけで今回はスピリッツ解放についての動画撮っていきました。いかがだったでしょうか。というわけでね、まあ自分に関してはね、まあ大山さんとか岩佐田さんとかに、ね、スピリッツ解放していこうと思ってます。というわけでね、もしよければ今後の皆さんのスピリッツ解放予定の選手や、もうスピリッツ解放した選手なんかのね、選手名をね、コメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画いいなと思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。